どうも、冷静です。今回はですね、なんと、このイベントで、ダイヤ結構もらえるじゃないですか。それで、回したら、単発で、荒巻きが出たんで、早速使っていこうと思います。まだね、100レベルにはなってないんで、まあこっちでね、まあ無課金はすぐに100レベルできないんで、はい、使っていきたいと思います。まあ試しに2試合ぐらいかな、使ってみたいんですけど、ぶっ壊れでしょ、これ。S ゲンの域を超えてるんじゃないかなっていうぐらいの強さなんで、まあメダルとかつけてないんで、生かしきれないのところはあると思うんですけど、それでも、回復性能がね、たくさんあるのと、で、特性がちょっとまだ理解しちゃない、覚えきれてはないんですけど、とにかくね、回復能力があるんかなって思いますんで、それをガンガン生かしていこうかなと思います。で、まあそうですね、とにかく旗を抜いていってって感じです。まあ難しいことはせずにとりあえずゲッタらしい動きをしていきましょう。マップ飛ぶ方向だけ気をつけとった方がいいかな。ちょっと初めてそういうキャラを使うんで、まあ頑張って使ってみたいと思います。で、後ろはね、まあ前回当たったはいモノモノスケでポイント稼いでいこうと思います。今回はね、1000以内入ろうかな。あれだね、このメダルが2枚欲しいかな。前回2枚ゲットしたんで、まあ2枚ゲットできたらいいかなって感じで、まあ1000円以内うろうろしてると思うんで、よかったら探してみてください。それでは、荒巻きで行ってきます。どうぞ。1試合目お願いします。というか、明けましておめでとうございます。普通に挨拶するの忘れてた。で、ちょっととりあえず握ってみて、お、びっくりした。お、ちょっと待って、新キャラかな。俺、能力知らんのよ。怖いやめてやめて逃げたいけど、ちょっと待って、これ普通にさ、こっち行って、で、ああ、そういうパターンね。これいつ爆発するの。まあ爆発されてもいいや、回復するだけやし。オーケー、状態異常消えた、ラッキー。回復の消えてくれるのはありがたい。これはもう何回吹き飛ばされてもいいね。いいね。で、僕だけなんですかね、今回のイベント、これボット多くありません？そうでもないですか？自分だけかな。めっちゃボット多い気がするんですよ。俺これ何やっとんや。とりあえず旗握ろう、旗握ろう。めて、えて。あ、マジで俺、あ、待って、もう、状態上。朝からしんどいて、ちょっと。お前、とりあえず飛んで、一体、こっち来るのね。あ、そういうことか。あ、全然理解しなかった。痛い。お、ボンボンされたけど。そっか。やばい。早く使い慣れなきゃ。そういうことか。一番近い敵陣に飛ぶから、あそこのタイミングで飛んだら、カイドウみたいな感じで、俺、B 旗行くんかも、そっか。ちゃうやんな。全然ちゃうやん。マジか。なんかいろいろと面白いとこは分かった。状態異常はガンガン食らうと。で、やっぱ回復のメダルはつけとくべきかなって思うね。ジャストって、ワン、ツー、スリー。あ、ナイス。こういうのが強いね。ダウンさせれるっていうね。ワン、待って。逃げよう。あ、逃げれへんかった。でもこれさ、あ、そっか、回復のたびな。ワン、ツー、ブン。オッケーオッケー。で、ああ、15秒ね。やっぱ、メダル欲しいな。回復不能短縮をつけるったら楽なんけど。痛い。あ、でもこのダメージね。いいね。これ取り際さ。回避せへん。あ、じゃあ逃げます。ありがとうございます。あ、こういう吹き飛ばされてっていうのもありやね。で、ここさ、こっちに託すると、そういう感じなんや。いた。なるほどね。飛んどう間も全然普通にあれなんや、潰されてまうんや。どうしよう。とりあえずこっち行ってあ、まあ、あ、勝ったけどさ、多分ドゥン。2試合目お願いします。まあ地道に慣れていきましょうか。で、相手ブルックいるじゃないですか。自分ブルック使ってって思うんですけど、荒巻ね、1ミリも怖くないんですよ。100% 旗取れません。100%。自分はかな？自分は 100% 旗取れ、取られないと思います。どうやっても凍結入るんで、はい。ダウンさせたら魂飛んでくるでしょ？
で回避したとしたらスキル1かスキル2当たるんで、あ、ジャス取りたかった取りたかった。これ吹き飛ばしある？あ、吹き飛ばしないんや。じゃあこれ取り際さ、ここさ間に合う？あ、もうちょっと早めかな。そう、ブルック無理なんよあー、正月遅かたまってらきついよね。一回離れよっか。ナイスガンマ。パンクバイストがしてほしいけど、あ、俺回復のついとった？あ、ついてない。いったー。いちょっと待って、一回やられたこれ俺。ここさ一旦ちゃってちゃって、ブルックにはやっぱ勝てんねえって朝から何しとんねん。もうさっきね餅食べてきました。皆さん何食べました？僕もう若干眠たいです。朝ね4時半くらいからね歩いてきたんですよ。初詣っていうかな、家族みんなで、あ、家族みんなじゃないか、なんか妹や寝てたか、はい、なんですけどもう朝一発目なんでね、ちょっともういい、おもろいよね。ワンツースリーオッケー。でこれ回復あるのすごいよね。でこしたら、あ、いったー、全痛くない、ノーダメージ質、ダウン入れとけ、痛いけど回復する。でこれちょっと、いや普通に降りようか。で、どうしようどうしよう。ワン、あ、じゃあ握れます。ジャスト、ってわー、ナイス。こういう使い方ありやね。うん、なんかちょっとずつ慣れていきましょう。それ痛くない。あ、全然痛くない。でこれ吹き飛ばし欲しかったな、スキル2。これ吹き飛ばし、あもうスキル2がさ、どのタイミングで当たるかはちょっと調べたんやけど、ここら辺でさちょっとさり際でここさドゥンってやっときゃ。オッケー、ナイス、当たってる。なんか裏なんていうの、裏ガンマじゃないけど、裏タンポポこれ名前なんかつけたいな。タンポポ見てよな、どう見てもタンポポよな。あ、これ一回取られて、やられ、痛い痛い痛い無理やで3試合目お願いします。あの正月ならではなんですけどね、もう家族の予定についていこうとしたら、ぐっちゃぐちゃなってるっていうね、今車の中で撮影しますうるさいと思いますが少々お許しよう。でこれロジャーにとつってみよっか、いけるかな。こうワンツースリー、あー、ワンツー、いったいったいった、いい、ここジャスト入って、ここドゥンってやって、 OK、 握れるね。あ、握れへんかった、ちょっと一旦トーンカムサリ当たったんか。まあまあまあ難しいな、初手とつるのあんまり良くないんかな。いやこれ多分ね、あ、メダルとかつけてないからやろな、あとパーセンテージとかに立ってないからでしょうね。体力が7000しかないからね、普通にやっぱりね、まあ思うんですけど、アルベルと戦ったりとかしても普通に負けるんですよ。ワンパーされるんで、まあこれしゃあないですよね。まあ、多分リーグとか行ったらそうでもないかなってもんで、まあまあまあリーグ行った時にちょっと。でニカちゃん油断してないこれよね。オッケー、握れる。バーシランがあるよな、あるよな。いったーけど、いいねこのダメージ量か。じゃあこれ一回握って、あ、どのタイミングで気絶入るよ。あ、なるほどね。じゃあここちょっと、なんラグちょっと、これさ一回さダウン入れといて、オッケーで、ちょっともうこのまま抜けよっか。いった、もう無理無理、逃げる逃げる。誰か来てる。ウソップか、ウソップ。さっきの季節バグワームとかあったら別に吹き飛ぶだけやから大したことない。あ、このまま逃げれるね。オッケー、どっちもどっちも全然いい全然いい全然いい。で、あ、VT ブースト来そうやけど、バグは待って、ドーン来る。あ、そっち吹き飛ばされる。いったじゃあさ、これさ、あ、こっち止めんのか。あ、ありがとうありがとう、向こう美味しいお肉があるじゃん。じゃあここ全然いい全然いい。はい、離れて一旦握ろうで、あ、いったこれさ、ズロさん
ジャスト握って持って、でこれいや一回やられてもいっか、うん、一回やられていい、あいいねいいねいいよいいよ、でこれダウンしたらオッケー握れるね、オッケーで最悪、あのタイミングで話したかいそうよそうよ、だってやばいやん、ちょっと待って、あーここは握られへん、150杯やろ、あ待ってカイド来てるならやばい、どうしようどうしよう、ジャスト入ってここエリアの中入って構えてドゥルルルルルル、まあ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 4試合目お願いします。まあちょっとね、あの早く使いなりたいね、マジでね、まあこれで5試合目ぐらいかなぐらいしか言ってないんで、ちょっとあの使い方が微妙いな、マジでビューダーオッケー、危ない、いい危ない、いい、やめてー、うざちるなー、オッケーオッケー、脳幹でよろしくお願いします。で俺回復のついたらこれ無理じゃね、無理無理じゃね、5試合目お願いしますあのカイドウとあのメダルつけてなかったら無理無理、とりあえずもう一回しに行こう、あのやめてな、あの回復のやめて、やめてだから回復のやめてってあうたちゃんありがとう、もう好き好き好き、ちょっと待ってガングロおかしい、もうほんまにやめてほしい、ほんまにやめてほしいフランキーありがとう、ね、こさちやり返しやり返し、もうここ取り際さ、このタイミング、あ違う、もっとやめて、ほんまにやめて、もうほんまにやめて回復のきつすぎ、どないっしょ、なあこのイベントしゃあないよな、メダルつけれへんしな、ちょっと荒巻を生かしきれへんな、荒巻ってほんま戦うゲッターじゃないんで、もうマジでね、旗抜くのに特化してるんで、でもね、ちょっとあの使ってたものが吹き飛ばしちゃってほしいなって思いますね、やめてほしい、やめてほしい、一回フルスは通常に押すギアン入れて、オッケーで、握れるね、回復のだけやめてほしいから、一旦握って、オッケー握れるね、エグいって、エグいってえぐいってちょっとこうワンツーあワンツースリーあワン、なんでダウンしてないの、ワン、ありがとうありがとう、一旦逃げ出して、あ俺逃げ出してほしかった、じゃあもう逃げるしかない、いい見たい、やめてって、ちょっと私のこと当たらへん、うん、オッケーナイス、いいね、ちょっとはいいとこ出たんじゃない、やめてほんまほんまにきついんですけど、オッケー無理やって、だから無理なんやって回復不能は、握っていい、オッケーとりあえず握って、あナイスありがとう、ゴドリいけるか、いけいけいけ、頑張ってな頑張ってな、あナイスありがとうございます、多分なキングには負けん気がする、だって当たってもそうよな、吹き飛ばして回復するし、いやもうこれ吹き飛ばせるのないやろ、オッケーナイス、これ離したかんねんな、いやそういうことだねんね、で待ってよ、ここさ、ちょっと待って、きつい、きついよ、無理もう無理はい、ということで、うん、あのほんまに使い慣れたらめっちゃ強いんやろなってことは分かりました、でこのイベントマジでしゃないですね、メダルがつけれないんで、まあ回復不能短縮メダルは必須かなと思いました、はい、まあそれぐらいかな、うん、で体力管理かな、自分でちゃんと計算して7割をどれぐらいなんかっていうのを分かってた方がいいと思います、で、うん、将来的につけようと思ってるメダルはもうね、あのちょっと準備したんですけど、待ってくださいね、このクイーンにつけてるメダルをそのまま荒木につけれたらなって思ってます、回復不能 70% 短縮で、まだ完成してないですけど体力が、まあ、理想としてはまあ 60% ぐらい
で防御がマックス 70% マックスになれたらいいかなと思います。はい、まあ、てな感じですね。荒牧マジで強いんでね、あの今回ガチャイベントでもらえると思うんで、あのたくさんゲットして、で荒牧に当ててみるのもありなんかなと思います。まあフェスゲン、超フェスたくさん出てますけど、うん、フェスゲンも強いぞ以上、リュウセイでした。またチャンネル登録、んまた違うな、またアルマヒ使って動画撮影するんで、よかったら見てってください。はい、これ以上でした。チャンネル登録お願いします。それではまたね、よほー。